こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣まゆみです。女性のための優しい漢方薬教室27。今日は今に課す伝統生薬の食材、タケノコについてのお話です。日々選ぶ食材や食事にはどうしても好みや偏りが出るものです。その中で流れを変えてくれるのが旬の食材です。どうしよう。 で、頭がお悩みに占領されてしまうと、食事はワンパターンになりがちです。タケノコの独特のえぐみは気分転換になります。春にとても美味しい食材、タケノコを使ったお料理をご紹介します。タケノコのバター醤油焼き、タケノコのとさ煮、鶏もも肉のタケノコの炊き込みご飯などはいかがですか 松宮局のチャンネルでは、とっても簡単、わかりやすい漢方薬のお話や、お役に立つ健康情報などをお伝えしていきます。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。動画右下の逆三角形のボタンを押してください。松宮局のホームページのリンクを貼っています。今日はそれ以外に、サムネにある気分転換におすすめ、伝統生薬、タケノコのお料理レビシーピーのリンクも貼っております。 こちらのサムネのあの、男性のお客様、お写真ありがとうございます。それでは皆様のまたご相談、お問い合わせもお待ちしています。ありがとうございました。